国内トップクラス、日立情報通信エンジニアリング。 SJ リーグでは4位の成績を収め、今後も活躍が期待されています。横浜市戸塚区に練習拠点を構えるチームが、地域のプレーヤーに向けた講習会を開催しました。地域交流とバドミントン普及のため行われています。こう倒れた時からちょっと前にピッチを持ってもらえれば、今よりもずっと楽に。全然気にしてないところを指摘されたので、これからの練習で試していこうと思います。そして隣のコートでは、日立の選手との交流試合が行われました。今あのもうトップ選手のあの実際に受けられてみていかがでしたか？いやもう何でしょう、子供みたいな気持ちになります。ドキドキワクワクで、なんとかして一点も伸び取ろうと思ったらやってくれました。普段戦えないような人もそれだけで嬉しいね、こっちはね。はい、ありがとうございました。私も日立の選手に挑んできます。こんなにギラギラで相手全然使えてないってそれが違いですよね。まあ、久しぶりにこういう、皆さんと交流するっていう機会があって、まあ、自分たちも、まあ、日頃の練習はやっぱきついバドミントンの練習ばっかなんで、こう皆さんと楽しくバドミントンをやって非常にいい機会になったなと思います。もちろん、自分たちも、まあ、トップを目指してやってるからには、そういう応援される選手であれるように、まあ、頑張りたいと思いますし、まあ、実際こうやって皆さんと楽しくバドミントンを通したことによって、まあ、皆さんも自分たちを応援してくれたらなというふうに感じます。はい、ありがとうございます。